プロジェクトミルキー・ホームズは、かつて展開されていたブッシュロード、クロノギアクリエイティブ企画、原作のメディアミックスプロジェクト、ミルキー・ホームズプロジェクトとも呼称される。2014年9月より、セカンドステージが開幕したとしており、正式には、プロジェクトミルキー・ホームズ、セカンドステージマイナスと表記される。本プロジェクトにて、制作葬式と原案を務める北には、 かつて証券マンとして山市証券に勤務していたがブロッコリーを創業し初代社長に就任したブロッコリーの社長として手がけた事業の一つとしてゲームギャラクシーエンジェルなど多様な作品を展開したメディアミックスプロジェクトプロジェクト GA があったその際北には GA は私が大好きなゲーム桜大戦と映画 スター・ウォーズをくっつけたような作品を作りたいという思いからスタートしていると語っていた。その後、北にはブロッコリーの社長を退任し、新たにブシロードを創業し社長に就任した。ブシロードとして初めてのオリジナルコンテンツを作成するにあたり、北にはスタッフに対して、ギャラクシーエンジェルと名探偵コナンを足して2で割ったような作品にしたいと指示し、 かつてのプロジェクト GA に推理漫画の要素を加えた新たなコンセプトに基づく新作の創出を支持した。その結果、生まれたのがプロジェクトミルキー・ホームズである。2010年、プロモーションのためシャーロック・ホームズ博物館を訪れた北に公明架空の回答や探偵が活躍する近未来の世界、サと横浜を舞台としている。この世界では、 トイズと呼ばれる特殊能力を持つ人間が存在し、トイズの力を振るう探偵と回答が互いに争い合っている。物語は将来探偵になることを目指す4人の少女、シャロ、ネロ、エリー、コーデリアからなる探偵チーム、ミルキー・ホームズを中心に展開される。本プロジェクトでは多数の派生作品が創作されているが、それら各作品群の原作と 位置付けられているのはゲーム版の探偵オペラミルキーホームズである。しかし漫画版やアニメ版、さらには小説版までもがゲーム版より先にリリースされ、原作と位置付けられているはずのゲーム版は最後にリリースされている。リリースされた順序について北に孔明は普通原作は最初に来るんですけど、今回はゲームが 最後に来るっていう世にも稀な展開になってしまいました、とコメントしている。また、先陣を切ることになった漫画版の探偵オペラミルキーホームズにおいては、作画を担当した水島空彦が、原作がゲームとのことで発売はまだまだ先なのですがコミックが先出しということで非常に緊張ですとコメントしている。ゲーム版探偵オペラミルキーホームズで、 原作協力を担当した小玉つとむは原作であるゲームがアニメ終了と同じくらいに発売になってアニメと若干違うシリアスなテイストなので大丈夫かなぁと思っていたと語っており各作品の内容とリリースタイミングに対し不安な心境をとろしているなおゲーム版については第一作が発売される前に続編の開発が決定し さらにそれが発表されるという異例の事態となっている。また、本プロジェクトと同様に北谷が、制作葬式と原案を担当し、ブシロードが原作を担当する、テレビアニメ、カード・オフ・ファイト。バンガードでは、本プロジェクトの主要キャラクターが複数回にわたって、登場している。ゲームソフトブラウザゲームネイティブアプリ以下は、すべてブシロードのスマートフォンゲームブランド、 武士のアプリとして配信。体感型ゲーム主催や、方法は違うが、共に参加者による謎解きを主体とした、リアル謎解きゲームである。JC スタッフ、アニメーションスタジオアートランド、ノーマッド制作。ゲーム版の主人公、小林オペラとエラリー姫ゆりはほとんど登場せず、ミルキーホームズの4人が主人公。ミルキーホームズが、怪盗チーム、 怪盗帝国を相手に奮闘する様子を描いたコメディアギャグを重視した内容となっているコミカライズアンソロジーありがとうございます